こんばんは。ハレリア。皆さんお元気でしょうか。1月10日、月曜日。月曜日。電動部屋です。ゆうくん、こんばんは。ゆうくん、こんばんは。ゆうくん、こんばんは。今日はですね、成人の日なんですね。祝日ですが、今日の朝はですね、その霊的成人ということをちょっと話したんですけれども、今日はですね、霊的成人式というニコ生霊的成人式ということで、小太郎さん、ハレリア、小太郎さん、ハレリア、ゆうくん、久しぶりです。はい、小太郎さん、ありがとうございます。午前中聞いた方はですね、だいぶいろいろ話して分かったと思うんですが、まあ、霊的な、成人ということ、もう一回ちょっと復習兼ねてまた説明したいと思いますが、霊的成人という言葉をね、話してます。はい、霊的成人ですね。はい、あらら、ちょっと、はい、霊的成人ですね。霊的成人ということですが、はい、これは、あ、チオさん、チオさん、こんばんは。はい。ナイフさん、こんばんは。ナイフさん、こんばんは。それではですね、タイトルに入る前に、角笛行きたいと思います。集会に出てからですね、角笛が、とても重要だっていうことを学びましてね、集会に角笛を持ってきた人がたくさんいてですね、で、角笛隊っていうのを作りましてね、一緒に角笛を吹いたんです、集会でね。で、その角笛というのが、カリスマ派ではこう流行ってるというか、まだ礼拝でね、角笛を吹くところは少ないかもしれませんが、LTL の場合は、恋愛の時も角笛を吹くようになったんですけど、それはそれはリバイバルの一つですね。そうですね。で、その前放送ですね、前放送角笛を吹いてますが、これも何か聖霊様に導かれてしてきたんですが、何かこう意味があるように感じます。つまり私たちはイエス様を証しし、宣言し、イエス様の勝利を宣言する、イエス様の勝利を宣言するということがとても大事だと思うんですね。この放送自体がですね、この放送自体がイエス様の十字架を宣言する放送であり、イエス様の、勝利を宣言する放送であり、イエス様の再臨をですね、再臨をこう伝える放送でもあるわけです。タバコをやめられたから感謝します。あ、よかったですね。タバコをやめられましたか。よかったです。今日成人式で角笛を吹きました。阿蘇さん、本当ですか。すごいすごいですね。成人式で角笛を吹いたんですか。素晴らしいですね。この放送を見ている自分は勝ち組だと断言できます。アメン、アメン。イエス・キリストにつく者は、勝利者です。イエス・キリストにつく者は勝利者です。この世の、勝ち組ではありません。本当の勝ち組ですね。本当の勝ち組、それはイエス・キリストにあって勝利することです。それでは皆さん、
角笛を吹きますけれども勝利を喜びましょう。イエスキリストにある勝利を喜ぶのです。勝利を喜ぶのです。イエス様が来ます。イエス様が来ます。イエス様が来ます。イエス様がもうすぐ来ます。日本に来ます。皆さんは勝利者です。皆さんはイエスキリストに会って勝利者です。イエス様来てください。イエス様来てください。これはですねとても大事なことなんですね。マラナタと言いますね。マラナタ、英語でマナナサっていうのかな、マナナサ。イエス様来てください。黙示録の最後の22に書いてあるんですね。主よ来てください。マナナタと言います、ね、マナナタ、マナナタ。イエス様来てください。イエス様来てください。イエス様来てください、ね、主よ来てください。マナナタですね、マナナタ。シャロームとかね、ハレルヤとか、アメンはしょっちゅう言いますね。アメン、ハレルヤはしょっちゅう言います。で、シャロームも最近よく言いますが、ホサナっていうのもありますね、ホサナ。ホサナっていうのは、主を救ってください。主を救ってくださいっていうのはホサナですね。で、マラナタ、マラナタ、主を来てください。マラナタ、ね。マラナタが、主よ来てくださいということです。皆さん覚えてくださいね、ハレルヤ、ハレルヤ、主を賛美せよですね。主を賛美せよ。シャロームは平安がありますように、平安がありますように。シャローム、アメンは、アメンは、はいその通りです、はいその通りです。ホサナが救ってください。ホサナは救ってください。マラナタは主を来てください。主を来てください。それがマラナタですね。はい、主を待ち望む者は、救われます。主を待ち望む者は救われます。信仰というのはイエス様を待ち望むことなんです。信仰というのはイエス様を待ち望むことです。何を待っているんですか。何を待ち望んでいるんですか。イエス様です。イエス様を待ち望むのです。イエス様は近いのです。主は近いのです。ちょっと御言葉でそれをちょっとやってみましょう。ですね、黙示録の22ですね。黙示録の22、こう書いてありますね。22の17、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。20節、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。イエス様が、しかり私はすぐに来る、私はすぐに来る、そして私たちは主よ来てください、主イエスよ来てください。御霊も花嫁も言う、来てください、ね。私たちの信仰はイエス様、来てください、イエス様来てくださいというのが私たちの信仰です。イエス様早く来てくれ。イエス様を待ち望みます。そして、
死を待ち望む者は、死が来られた時に喜び踊ることができます。喜び踊ります。そして私たちは主に会う準備をするのです。主に会う準備と言いましょうか。私たちはその、主が清い方ですから、主に喜ばれるような生き方をするのです。私たちは神の子としてイエス様にふさわしい生き方をするのです。それはイエス様とお会いするから、イエス様とお会いするから、イエス様に喜ばれるような生き方をするんです。もし私たちが罪の中を生きてたら、ね、イエス様が来られたら何と思いますか？不忠実なしもべだと言ってイエス様は怒られますね。私たちが忠実なしもべとして歩んでれば、忠実なしもべだ、主人が帰ってきた時、そういう御言葉あるんですよ。ちょっと読みましょうか。ちょっと大事なので読みましょう。マタイの25かな、24ですね。ちょっと読みますから聞いてくださいね。24の44。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な資料深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。私たちはしもべです。イエス様が主人です。そして、イエス様の再臨というのはその主人が帰ってくることなんですね。その時私たちが主人がいない間に忠実なしもべとして歩むのか、それとも飲んだり食べたり、ね、不忠実なしもべなのか、イエス様が来た時にその評価があるのです。人生というのは私たちがどのように生きたかということ、イエス様が裁かれるのですね。良いことをした者は良い報いを受け、悪いことをした人は悪い報いを受けるのです。キューちゃんこんばんは。成人式に参加しに来ました。アメンアメン。じゃあ早速ですね、霊的成人式ですね。はい、ニコ生霊的成人式、まずですね、霊的な成人ということをもう一度、話しましょう。霊的成人というのは霊的な大人ということですね。で、今日の朝の、復習みたいなもんですが、大人と子供の違い、大人と子供の違いは、子供は幼稚ですよね。幼稚で大人はその、大人はですね、いろんな分別があるわけですね。分別があります。そういう意味でだんだん子供は成長して大人のようになっていくんですが、年齢的には二十歳という法的に決まっています。しかし実際問題、信仰的に考えるとですね、多くの人は罪のうちを歩んで
欲望に従って生きていますから、信仰的にはですね、大人になっても霊的には幼稚なんですね。霊的に幼稚、つまり、その信仰的に考えると、その罪が分かって、罪が分かってイエス様に従って歩み、善悪をしっかり理解し、罪から離れ義の道を歩む、神の力と神の御心と神の愛を、知ってですね、信仰的に歩むことが、霊的成長なんですが、その霊的な成長をある程度成長成熟すると、霊的に成熟すると霊的な成人ということになるんですね。信仰で善悪の区別がつくようになれました。アメン、アメン。そういうわけで、ぜひ皆さん、この世の考えは幼稚だって書いてあるんですね、聖書にですね。この世の考えは幼稚だと書いてあります。多くの人たちは分別がなくて貪って生きてるんですね。貪欲に生きているわけです。貪欲にですね、それは霊的な幼稚だということですね。ですから年齢ではないんですね。年齢ではなくて、その人のその生き方と言ったらいいでしょうか、その人の考え方で、そういう霊的な幼稚と霊的な成人があるんですね。はい、いまだに慰安婦問題の問題責任を認めない政府は幼稚です。まあ、そういうわけでですね、その多くの人たちはその、この世的なですね、成人ということで成人式を送るわけですが、まあでも、実のところですね、まあ、アダルトチュードレン、霊的なアダルトチュードレンという言葉を今朝作ったんですが、まあ、本当のアダルトチュードレンとちょっと意味が違うんですが、つまり、その大人になった子供という意味でね、大人なんだけどまだ幼稚、子供だという、そしてそれが霊的にということでね、霊的アダルトチュードレン、つまり大人になってもまだ霊的には罪のうちを歩み、貪欲で、自己中で自分勝手な、ね、人がたくさんいるわけです。そういう感じしませんか。50、60、70になってもまだ、自己中でですね、わがままな大人ってたくさんいると思いませんか。そういう大人を見るとがっかりしますけれども、年取ったからといって大人になるわけではありませんね。喧嘩凸なんかやってる生主は幼稚ですね。年取ったからといって大人になるわけではありません。本当の大人、ね、本当の大人というのは霊的に成熟しなきゃいけないということですね。霊的に成熟する、その欲望を捨てることができて、そしてその、神の愛で生きることができる。さまざまな悪習慣からも解放され、憎しみや、妬みからも解放され、いつも、その柔和で寛容で神の愛で生きることができる。人に対して悪い言葉を使わないで礼儀正しく、いつも平和を作るような、いつも平和を作るような人格、それがですね、霊的成長、成熟ではないでしょうか。信仰を持つと霊的に成長できるんですよ。隣人を思いやる気持ちがないとダメですね。はい、そういうわけで、この霊的な成人式をするところは、まあ、教会でね、
教会で、教会として成人式をする教会も増えているようですけれども、このニコ生でですね、霊的成人式ということで、今日は霊的成人式、ニコ生霊的成人式ですね。ニコ生霊的成人式。イエス・キリストを信じるところ、信じると神の子になれるんですが、神の子になったからすぐに、成人になるわけではありませんね。イエス・キリストを信じるところからスタートなわけです。スタートということですね。で、いろいろ、学んでですね、初めて霊的な成人になるのではないでしょうか。皆さんは今、成長しているんです。皆さんはこの部屋に来て、いろいろ学んで、いろいろ成長しているんです。そして皆さんは熱心に求めています。熱心に植え替えています。皆さんは成長しています。成長しています。ぜひ皆さん、ますます成長して、霊的成人になりましょう。霊的成人になるのです。そしてですね、成人式で普通はですね、成人して、嬉しいのは親だと思うんですが、親がですね、自分の子供が成人になることを喜ぶと思います。クリスチャンが成熟してですね、クリスチャンが霊的成人になれば、天のお父様が喜ぶと思います。私たちは天のお父様を喜ばす生き方をするべきですね。ぜひ皆さん、天のお父様を喜ばす生き方をしましょうね。今日はですね、一つ皆さんにちょっとお見せしたいものがあるんですが、このニュースですね、ごめんなさい、どこのニュースだったかな。これですね、上村隆さん、ご存知でしょうかね。上村隆さんのニュースがあるんですね。それちょっと今貼りますから、ちょっと待ってくださいね。上村隆さんのニュース、このニュースをちょっと見てほしいんですが、このニュースはどういうニュースかというと、その従軍慰安婦の証言を記事にした元朝日新聞記者の上村隆さんなんですが、その、記事に対してですね、いろいろ批判されてるんですね。で、ひどいことにこの方の、娘さんの写真が、晒されたり、非常にこの、誹謗中傷、ひどい誹謗中傷されてるんですね。で、今なぜこれを挙げたかというと、ちょっと私と似てるんですよ。私がですね、そういう、慰安婦問題の話とかね、強制連行の話するじゃないですか。そうするとネットでですね、いろいろ反日とかですね、売国奴とかですね、いろいろ非難されるわけですね。でも、この人はクリスチャンじゃないと思うんですが、この人はこう言ってるんですよ。いいですか。しかし、私は反日ではない。私は日本が他のアジアから尊敬される本当の仲間だと思われる国になってほしい。そういう意味では私は愛国者だと思っている。学生に言っている。僕の学生は韓国、中国、台湾から来る学生が多い。もちろん今日本では不愉快なことがたくさんあるかもわからないけど、日本も良いところがあるし、やはり日本と隣国は大切な関係なので、ぜひ日本でいろいろなことを学んでほしい。そういうふうに、学生に言ってるそうですが、私と同じような意見ですね。自分は愛国者だと思っている。
ね、でもこのようにですね、なんて言うんでしょうかね、誹謗中傷してですね、そういう、そういう人たちに対してね、この上村さんに対する誹謗中傷っていうのがね、非常に、なんて言うんでしょうかね、正しくないっていうか、私はですね、ぜひこれも霊的な戦いだと思うんですね。霊的な戦いですから、その正しい、ね、態度というか、つまり誹謗中傷とか悪口とかね、ヘイトスピーチとか、そういうのはやはり悪霊的だということを言いたいわけですね。悪霊的だと、やっぱり、身を見て判断しなきゃいけませんね。良い身か悪い身か、良い身か悪い身かということで、ですから私は上村さんをですね、サポートしたいんですね。サポート、日本はですね、もう本当に、そういう、そのなんていうんでしょう、ヘイトスピーチの日本みたくなっちゃってますけれども、それはやはり悪霊に属してると思いますね。悪霊に属しています。ですから 私はそういうふうに、その非難されている人たちをサポートしてですね、弱い者の味方になりますね。弱い者の味方、ぜひ皆さん、正しい日本、正しい日本、悪霊日本ではなく正しい日本をで、日本を良くしましょう、ね、ヘイトスピーチ日本から、ね、ヘイトスピーチ日本から正しい日本に変えましょう。ぜひ皆さん、そういう悪霊に属するような、ね、態度を捨てて、悪口を捨てて、悪意を捨てて、敵意を捨てて、イエス様によって清くされましょう。日本は、悪霊によって汚されています。悪霊によって汚されていますが、イエス様によって清くされなければなりません。イエス様によって、清くなりましょう。敵意を捨てましょう、ね、敵意を捨てるのです。ぜひ皆さんも、ね、弱い者の味方になってください。イエス様は弱い者の味方です。イエス様は弱い者の味方です。ぜひ皆さん、その上村さんをサポートしてくださいね。はい、それから、はい、ですね、じゃあちょっと早いですけど、はいですが、明石タイム行きましょうかね。明石タイム。日本がアジアから孤立しないことが大事ですね。そうですね。はい、イエス様を信じて、イエス様を信じて、霊的に、成長してきた証。イエス様を信じて、分別がついた証。イエス様を信じて、神様の、力、神様のご計画を知ってきた証。神様を喜ばす、神様を喜ばすようになってきた証、スタート、スタート。この放送で今日の成人式は霊的にもすごい、人を許せるようになりました。イエス様に救われました。上村記者は真の愛国者だと思った。
この放送を見ていたら油注ぎを感じました。真の愛国心が芽生えてきました。美しい言葉を使えるようになりました。立派な大人になる道が見えたと思います。在特会やめました。聖霊を感じれば強くなれると思いました。日本という国をイエス様の愛で包んでほしいです。アメン。ヘイトボクシ主はいつもそばにおられると実感しました。日本人は霊的聖人ではないと思いました。天のお父様、今日も素敵な青空をありがとうございました。この放送を両親に見るように進めました。天国ポイント貯めてます。イエス様を信じれば立派な聖人になれます。日本は霊的国家を目指すべきです。いつもイエス様に感謝してます。イエス様のおかげで友達ができました。腰痛が治った。ニートでもいいんだと思った。知的障害が治りました。座禅やめました。初詣行くのをやめました。以前はネットうよ病、今は完全に治ったぜ。なぜか怒らなくなりました。アメン。素晴らしい。ニートなのに結婚できました。ハレルヤ。集団的自衛権を行使してはいけないと思いました。万引きした子を許せました。愛を知ることが愛を知り語ることができました。無職でも結婚できると知りました。信仰ゲットだぜ。イライラすることがなくなりました。美智子さん。死刑制度は極めて残酷なので即刻廃止してほしい。賛美歌を国歌にするべきと悔い改められました。この放送で完全に仏教をやめようと思いました。今年からキューちゃんの放送を見ることに決めました。ありがとうございます。ニートでもいいんだと思いました。ニート万歳です。ニート万歳。すべてを神様に捧げようと思いました。素晴らしい。ハレルヤ。上村隆さんは本当のことを言ってると思った。
刑になっても天国に行けるからいいと思いました。この放送は優しさがあふれています。憲法9条があれば日本は安全だと思いました。信仰が自我の束縛から自由にしてくれた。アメン。仏壇を拝むのをやめて聖書を読んでいます。ニートでもイエス様振り込みで幸せ、生きる喜びがあります。死刑制度反対です。死刑制度反対です。もし天国に行けたら、キューちゃんと天使たちと角笛を吹きたい。以前は人を羨む人生、今は天国に行って、羨ましがられる人生。この放送を見て本当の幸せをゲットしました。本当の幸せをゲットしました。ハリアンさん、こんばんは。 AV を二度と見ないため VHS 捨てました。この放送を見て安心しました。この放送には希望があると思いました。イエス様が永遠の希望です。美智子さん、毎日その辺を練習してます。わお、すごいですね。今度はみちこさん、スカイプで吹いてください。スカイプで角笛吹いてください。ありのままの姿、イエス様に見せるよ。以前は生きるのがつらいやん。今はいやいや楽しいやん。イエス様以外に救いがないと思い知りました。イエス様以外に救いはないと思い知りました。この放送で癒されています。みだらな行為をやめてイエス様を拝むことにしました。角笛の魅力にはまりました。以前は武田信者、今はキリスト信者。イエス様が心の支えです。イエス様が心の支えです。この放送を見るとスーパー苦痛人生、今はスーパーめちゃんこハッピー。この放送のおかげで薬剤やめれました。アメン。天皇ではなくイエス様が日本の王だと思います。イエス様が日本の王だと思います。アメン。人生をどのように過ごせばよいのかを分かって迷いがなくなりました。アメン。天皇制がなくなるように祈った。欲望に生きることは不幸だと気づいた。イスラムは悪霊に取り憑かれていると思いました。引きこもり続けていますが、この放送は見ています。
ありがとう、本当にありがとう。以前は欲望ボーイ、今は信仰ボーイ、清さん。欲望ボーイ、信仰ボーイ。ネトウヨの掲げる愛国がいかに高慢な妄想かが分かった。ニートだが胸を張って生きてます。この放送のおかげで不安がなくなりました。以前は人にモテようと必死、今は神様にモテようと必死。いいですね。人にモテるのではなく神様にモテることが大事です。この放送で祈りの意味が分かった。アメン。在日韓国人の参政権を認めるべきだと思いました。新成人になったらイエス様に恥じない人生を。以前は引きこもり、今はクリスチャン型引きこもり。キューちゃん放送に出会えたことにありがとう。こちらこそ来てくださってありがとうございます。ニコ生で唯一見れる放送はこの放送だけです。アメン。ありがとうございます。以前は妖怪ウォッチ、今は十字架ウォッチ。ニートですが精霊を感じて身も心もさっぱりしています。イエス様のために生涯独身を貫きます。毎日癒されています。我がイエス様人生に一片の悔いなし。無職ですが10年後を考えるとハッピーです。以前は暮らし不安人生、今は暮らし安心人生です。油注ぎのラブシャワーを受けて暖かいです。肉的人生はダメよ、ダメダメ。無職でも恐れることがなくなりました。イエス様を知って少しも寒くないわ。この放送を見て残りの人生をイエス様のために生きたいと思います。アメン。その通りです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。無職でも素晴らしい毎日を過ごしています。みちこさん、
はい、ありがとうございます。無職でも胸を張って生きていきます。皆さんがだんだん学んでですね、だんだん霊的な、成人になってきていることを本当に嬉しいです。イエス・キリストにあって神の子供になれるのです。そして御言葉によって成長できるのです。植物は水によって水をあげることによって成長しますが、私たちは、神の御言葉によって成長します。神の御言葉が霊的な食べ物です。皆さんが、毎晩毎晩毎朝毎晩御言葉を学んで、御言葉を学んで皆さんは成長しているのです。成長しているのです。皆さんは油注ぎを受けて神の力で変えられているのです。以前は敵意があり、以前は悪意が ありましたが、皆さんは悔い改めてイエス・キリストを信じて、皆さんの心は清められてきています。人を許し柔和になってきています。怒りがなくなってきました。皆さんは、その心が満たされてきました。それは、十字架のおかげなんです。十字架のおかげです。日々成長できていることをイエス様に感謝しています。皆さんはこれからも成長するでしょう。皆さんはこれからますます成長します。私たちはイエス様を待ち望みます。マラナタと言ってイエス様を待ち望みますが、その間私たちは成長し成熟し、イエス様に似るものに変えられているのです。皆さん、人生とは素晴らしいことなんです。人生には目的があり意味があるのです。皆さんが霊的成長をするならば、この人生だけではなく、その天国において、さっきの聖書にあるように、神様が神の国を任せてくださるのです。私たちはこの人生において忠実に歩むことによって、将来神の国の王となるのです。イエス様が王の王ですが、クリスチャンも王になります。私たちは本当の神の国を受け継ぐのです。相続するのです。皆さん喜んでください。皆さん、私たちは王になるのです。天において、イスラエルの十二部族のように、私たちはその神の国の一部を受け継ぐのです。この世にあって神様に忠実に歩めば歩むほど、忠実に歩めば歩むほど、神様は私たちに、その受け継ぐ割合を多く与えてくれるのです。皆さん、この人生はテストなんですね。私たちの今生きている人生はテストで、神様が私たちを見ているわけです。どれほど忠実に歩んでいるのか、どれほど不忠実なのかを見ているのです。イエス・キリストを信じるということは、まさにその神様のテストに合格することなんですね。イエス・キリストを信じることが、その救われる条件なんです。そして、信じないならばその、信じないということにあって、失格するのです。失格します。誰でもただただイエス・キリストを信じるだけで合格するのですが、多くの人たちは信じることができないのです。サタンに邪魔されて、惑わされて、真理が見ることができず、欲望を取ってしまう、快楽を取ってしまうために、イエス・キリストを信じることができません。
そしてイエス・キリストを信じないことによって失格になってしまうのです。ぜひ皆さん、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、まず救われなければならないのです。神の子になって初めて成長するのです。生きているからこそ成長するんですが、イエス・キリストを信じなければ命がもらえないのです。命がなければ成長できないのです。ぜひ皆さんは、その命を持って成長するものになってほしいのです。多くの大人のように、霊的なアダルトチュードレンではいけません。快楽に溺れ、欲望に満たされるような、そのような生き方をしてはいけません。皆さんは、分別があって、欲望に支配されず、神の愛で満ちる、神の愛で満ちるような神の子としての素晴らしい成長を遂げた人生を送ってほしいのです。イエス様はそういうものを求めています。そういうものを求めています。ぜひ皆さんは、若いです。チャンスです。これから霊的に成長できるのです。霊的に成長できます。霊的に成長できます。もう一回、角笛吹きましょうかね。もう一回、角笛吹きましょう。皆さん、イエス様に来てほしいですか？マナナタと言いますか？主を来てください。主を来てください。マナナタです。マナナタです。ホサナです。ホサナです。イエス様が来ます。イエス様が来ます。イエス様が来ます。勝利者になりましょう。イエス・キリストにあって勝利をするのです。悪魔に対して勝利をするのです。死に対して勝利をするのです。イエス様こそ救い主、イエス様こそ救い主、すべての人の救い主、皆さんの救い主なんです。悪魔に負けてはいけません。悪魔に騙されてはいけません。欲に生きるのをやめるのです。快楽に溺れることをやめるのです。無知の内を歩んではいけません。分別を持つのです。神の子として生きることができるのです。悪魔の子として生きてはいけません。犯罪を犯してはいけません。自己中になってはいけません。見栄を張って生きてはいけません。プライドを持って生きてはいけません。本当のプライド、神の子としてのプライド、正しい良心を持って歩みましょう。そのためには、イエス・キリストを信じて、神と和解をして、あらゆる汚れたものを捨てなければなりません。敵意悪意を捨て、プライドを捨てて、見栄を捨てて、正直に歩もうではないでしょうか。すべての人が、悔い改めに導くのを、悔い改めて救われるのを、神様は待っておられるのです。神様は皆さんを作ったお方です。皆さんが失われているものではなく、イエス・キリストにあって皆さんは神と和解し、神のものになってほしいのです。皆さんは放蕩息子なんです。放蕩息子なんです。皆さんはその、父なる神に立ち返ってほしいのです。父なる神に立ち返って神の、御国を相続してほしいのです。神の御国を相続してほしいのです。皆さんが、
神様に喜ばれる器、神様と共に永遠に生きるものになってほしいのです。招きをしましょう。今日の放送を見て、霊的な成人になりたい、霊的に神の子になって霊的に成人をしたい、成長したい、欲で生きるような、その、その俗悪な生き方ではなく、神の子として清く正しい生き方をしたい、永遠の命が欲しい、天国に行きたい人、アメンと言ってください。天国に行きたい人、俗悪な人間ではなく、神の子として成長を遂げたものになりたい人、アメン、アメン、アメン。菊池さん、小太郎さん、ナイフさん、アメン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 。天のお父様、感謝します。今日は成人の日ですが、多くの人たちは、そのお酒やタバコは、法的に、できるということで、むしろかえって、害になるようなことが多いですが、どうぞ多くの人がイエス様と出会って、その霊的な成人を目指すような、生き方ができますように。今アメンと言った方々が救われますように。アメンと言った方々が救われてクリスチャンとして歩むようになりますように。御言葉によって霊的に成長して神様の栄光を表す器となりますように。イエス様、祝福してください。彼らを祝福してください。神様の圧倒的な祝福を受けることができますように。欲ではなくて信仰、お金ではなくて神の愛、貪欲ではなくて、霊的に清さ。イエス様、どうぞリスナーの方々を祝福してください。悟りますように。真理に悟って、一つ一つ真理を悟っていくことができますように。神様の力を求め、神のご計画に沿うものとなりますように。あなたは今日本を変えようとしています。どうぞ私たちを用いて、あなたの栄光を表すことができますように。あなたの福音が語られますように。リスナーの方々が本当にあなたに用いられる器となっていきますように。感謝します。イエス様、感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。そうですね、皆さんが成長しているのを感じて本当に嬉しいです。一緒に成長しましょう。ますます成長しましょう。はい、ありがとうございました。明日火曜日ですね。明日はまた朝7時から、朝の放送します。皆さんありがとうございました。いつも本当に感謝します。それでは皆さん、おやすみなさい。シャローム、シャローム、ありがとうございました。おやすみなさい。シャローム、シャローム、アメン。ナウさん、菊池さん、小太郎さん、ありがとうございます。おやすみなさい。シャローム。